皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3ですね、遊んでいきます。あずさちゃんのステージ97攻略しましょう。お、久々の氷ですね。これはどっちに落ちてるんですかね。あー、右と左別々なんですか、扱いが。これちょっと厄介という厄介ですね。さあ、ではどうしますか。右側から消していきますか。わあ、右上がちょっと残りそう。はい。さあ、これで、こっち消しておいて、右上が残っちゃう。特殊ジュエル作って、黄色でしょ。どうしますかね。黄色落とす。こうして、こう消しますか。よし。なんか左が増えた気がしますね、今。氷が。いや、それは今、電気、足用の電気毛布使ってるんですけど、すごいあったかいんですよね。なんかどんどん眠たくなっちゃう。フットウォーマーって言うらしいんですけど。さあ、こう消しますか。で、やっぱ端っこが厄介なんですよね。はい。左の黄色を真ん中に黄色入れたら星が作れるんですけど。悩みますね。いや、でももう黄色消しますか。こうやってから。こっちの方がいいですか。わあ、下の方消せない。緑、こうして。うわ、増えた。これで、特殊ジュエル。で、縦ラインで消すか、下げるか、下げますか。お、特殊ジュエル。おー、いい感じ。あともうちょっとなんですけどね。あ、これで特殊ジュエル作って、下は消せるから、右、あ、星が作れた。よしよしよし。あ、これいけるでしょう。何も迷わずいけましたね。さあ、ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画をお出ししておりますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。